はい、皆さんこんにちは。ゆかジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。アーユルヴェーダ講師福田真理先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんか2024年明けてもう気づいたら1ヶ月経とうとしてますが、早いですね。もう多分これリリースされる頃では経ってますよ。はい、うん、どうですか、今年1年はどんな年になりそうですか。今年1年、なんかあっという間な感じがします、うん、だってもう1月も終わりじゃないですか、ね。なんと、マリ先生とはですね、まあ、昨年からの悲願といいますか、はい、僕はなんか時代がね、ちょっとコロナを経ていろいろすごいスピードで変わってきてるなっていうのを感じてるんですよ。で、この会社も16年がこの7月で経つんですけど、やっぱり16年の歴史の中でもヨガジェネレーションの役割、はい、求められることで周り関わっていただく方、ものすごい変容が起きてる。まあ、一つは16年前は私30歳でした、はい、年齢のことなんてね、いいんだけど、まあ、あなたはあんてんてんてん、まあいいでしょう、ね、年齢のことなんかいいですよ。ただ、はい、やっぱり我々がこうね、10年15年と歩んでいく中で、まあ、周り外部環境も変容し、時代も変容して、まあ、世の中のシステムも変わり、いろいろなものが変容していく中で、なんか同じことを同じ風に提供し続ける良さもあるんですけど、やっぱりこう時代の流れにちゃんとフィットしていくような、そんな仕事をしたいなって常々、まあ、一応こんな僕でも思ってますと。で、なんと今日はですね、マリ先生と取り組んでる、まあ、RIT200 認定の指導者養成講座が、まあ、今年も新講座リニューアルのもう元年だなと思ってまして、大きくこう変わるというか、まあ、一時的なリニューアルを迎え、新たに4月からリスタートしますというお知らせを取らせていただきますと。まあ、何がどう変わる、まあ、伝えようとしている本質は何も変わりません。これ一応企画者からまず説明すると、なんかね、RIT って常に指導者養成講座って、ね、訳されるじゃないですか、はい、だから指導者の人集まれっていう感じでこう、結構領域を大きく取ってきた業界の歴史がありまして、だけど、まあ、皆さんもご存知の通り、こと RIT ってもういっぱいあるんですよ、はい、多分100講座ぐらいあります、うんうんうん、だから何をどう選んでいいかわからないって、まあ、普通はそうですよね。だから安いとか、まあ、絶対に何か保証されてるとかっていうものに目が行きがちなんですけど、なんか本当の RIT の学びってどうですか先生。僕はそうじゃないようにも思うんです。そういう側面があるのは当然なんですけど、誰から何を学んで自分の人生にどうそれがいい側面をもたらすかっていうところがすごい大事だと思うんですけど、そうですよね。そうですね、うん、あとはやっぱり、まあ、RIT200 に関して言うと、うん、本当にヨガのベーシック、うん、基礎を学ぶっていうのが、うん、まあ、ヨガアライアンスからの、うん、が求める、うん、まあ、スタンダードなんですよね、うん、なので、まあ、ヨガとはっていうところから、その、うん、まあ、哲学だったりとか、うん、ヨガ的なライフスタイルだったりとかっていうのがいろいろこう、うん、まあ、求められてるんですよね、はい、最低限のここまでは学んでほしいですっていう、うん、あとはもうそのそれぞれのスクールとか先生のカラーになっていきます。だから私だと、まあ、アーユルヴェーダがやっぱり専門としてるので、うん、アーユルヴェーダのカラーが非常に強いとか、アーユルヴェーダの教えが、うん、まあ、おそらく他のトレーニングで比べると時間数も内容もかなり盛りだくさんかなっていう感じです、ね、そういうことなんです。そして生まれたのが福田真理先生と一緒に取り組んでる RIT200 なんですけど、はい、アーユルヴェーダを軸にした日本初のヨガ指導者養成講座っていうものがもう数年前から走っております、はい、で、この講座が一応一旦のリニューアルがリスタートっていう形で4月からまあ、新たな生徒さんを募集しております。で、実際にはやろうとしてることの趣旨は変わらないですよね、根本的な。そうですね、うん、基本的な概念というか、その軸にしてるものは私は変わらないですね、うんうん、はい、ただ、はい、やっぱり何かの動画でも僕マリ先生と一緒に話してるんですけど、世の中は大変容時代じゃないですか、はい、うん、だから今までヨガアイルベーダーって言ってたものを、感覚ですね、ごめんなさいね、ふわっとします、ちょっと絞りたいと思ってます、はいはい、それは何かっていうと、やっぱり我々を、まあ、いい意味で支持してくださって、いろいろこう周りを囲んでくださってるユーザーさんって、やっぱりもはや、うん、アラウンド50アラフィフ、だから40代50代の方が圧倒的に多いんですよ。で、じゃあ40代50代圧倒的に多いで、その中で女性男性の分布で言ったら、やっぱり9割女性ってなった時に、
40代50代の女性が9割という僕らはあの人と向き合ってるっていう風なデータがもうすでに上がってまして、でそこにアーユルヴェーダですよ、ヨガですよっていうのも別に悪くないです、今まで通りでも良かったんですけど、もう少しピントを当てたいなと。タイトルにね、別に40代50代だと絞ってはいませんけれども、僕たちが今からやろうとしているのは、まあ厳密に言うと37歳から65歳ぐらいまでの方を対象にキュッと絞らせていただいて、メインターゲットは40代50代の、まあ、更年期だったり閉経後の、まあ、セカンドライフだったりサードライフだったりというところを、このヨガとアーユルヴェーダの英知を、まあ、トレーニングの中でまずは自分ですよね、うん、そうですね、どうですか、はい、まずは自分で体感していただいて、でその卒業後に何か証として今回3つの、まあ、資格が取れますよっていうような、まあ、おまけですけれども、そういうものがついてるっていうような形でリニューアルしておりますと、はい、ここに関しては何かこうかける思いだったり、こういう人に来てほしいなっていうことをなんかマリ先生からもお話聞きたいんですけど、はい、そうですね、うん、あの今までの特にそうですね、まあもう何期までだろう、あの結構でも昨今のこの開催だと年齢層がやっぱ非常に高くてです ね、うん、そうですね、結構今走ってる TT とかだと、うん、もう平均年齢52歳とかなんですよね、うんうんうん、50代から70代と、はい、見た目は全然そんなことないんですけど、うん、で40代が若いねっていう感じなん で、ね、本当にあのおっしゃる通り層が、うん、あの40代後半から50代60代っていうのが、うん、でやっぱり30代が求めるこう、うん、教えというか、その、うん、例えばこれから備えた方がいいこととか、うん、問題となっていること、うん、体に出てくる問題と、うん、40代が抱える問題と、うん、50代60代年代によってやっぱ違うんですよ ね、うん、違いますね、なので、うん、割とここ最近その50代オーバー40代後半オーバーの女性をターゲットにした内容にこうシフトしつつあったので、うんうん、やっぱりこれから、まあ、私自身もですけれども、やっぱりいくつになっても健康でありたい、うんうんうん、できるだけ、まあ、自分の足で歩いて、あの痛みのない体でやりたいっていうのに、やっぱりヨガプラスアーユルヴェーダっていうのは本当に最強かなと思うので、本当そうですね、はい、うん、ありがとうございます、うん、あのまあ、おまけと言いましたけど、一応指導者養成講座ですので、技術面、理論、指導要素入りますよね、はいはい、ただ我々の趣旨としてはまずはこのトレーニングを通じて自分、そうです ね、やっぱりあの頭だけで知識を持っていても、うんうん、実際に自分がどう変わっていくのか、うん、どう変わったのかとか、うん、変化を自分が体感していないと、うんうん、なかなか指導を始めるにしても説得力がやっぱりないじゃないですか、うん、なので、まあ、このトレーニング期間を通していろいろ体験していただいて、うん、実践していただいて、でこう変化変容を経て、うん、まあ、後にその指導をしていくっていう流れになっていくと思うので、うんうん、まあ、そこら辺のサポートとかもその期間中はできるんじゃないかなと思います、まあ、こんなことを言うと誤解になってしまうかもしれませんけど、うん、やっぱり卒業生の声を拾っていくとですね、やっぱり一番自分自身がまず変われた、チェンジ、変容したっていう声が一番多いじゃないですか、はい、まあもう本当に、でそれってなんかあの指導者養成講座なのに、そのお声をね一番もらうのが、まあ、企画者としてどうなんだっていう理論、論点はちょっと置いときたいんですけど、やっぱりいただく言葉としては、まず自分自身がこんなに変容、変われるとは思わなかったっていうところを一番声をいただきますので、これどうなんでしょうね、うん、あの鼻息荒くアーユルヴェーダとヨガ勉強してあの社会に貢献できる指導者になりたいという人が来られてもウェルカムだし、うん、もう少し、いや指導者っていうのは今イメージそんなに湧いてないんですけど、まずはそんなに変われる、なんか自分の中でなんか変容が起きるんだったら行ってみたいっていう、こういう方が来ていただくのではどうですか。そうです ね、もちろん、はい、いいってことですよね、うん、より自分が自分らしく生きる、うんうん、よりこう健康的でありたいって、うん、で何かこう何か出た時に自分でこうケアできるっていう、うん、まずそのセルフケアだったりとか、うん、やっぱり心と体の扱い法っていうのが自分でできれば、うん、マネージできると、もうおのずともう誰かに伝えられる域になってくると思うんですよね、うんうん、なのでぜひまずは自分が変わってみたいという方ね、リニューアルした記念の第1回目のリニューアル後、募集が始まっておりますので、全て概要欄に載ってますし、無料説明会、マリ先生と直接ね、こうですか、ですかと質問を投げれて、まあ、メイン講師自体がお答えするというような、無料説明会も
何回も予定してますので、いよいよ2024年4月リニューアルスタートをご期待くださいということで、はい、マリ先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミキゾーはあの情熱熱入れてますんで、はい、いい講座を運営したいと思います、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。マリ先生ありがとうございました。ありがとうございました。